うまい。ちょい急ぎ気味でメイクします。日焼け止めはね、どんだけ急いでても大事なんで塗ります。ね、そう、昨日さやりん卒業発表してて、なんか卒業することは知ってたんですけど、発表することも知ってたんですけど、昨日って知らなくて私。そう、そしたら普通に別のことで連絡してたんですよ。別のことで LINE してて普通に返しちゃってそう、卒業発表し終わった後だったのに普通に LINE 返しちゃって、知らなくて、昨日卒業発表するってことを知らなかったのと、普通にその私が連絡した時に昨日するってことを知らなくて、もう通常運転で LINE 返しちゃって、で別のことでママと LINE してたら、さやりん卒業発表したねみたいな。そう、それで昨日発表だったのってびっくりして、でさやりんに LINE し直しましたはい、こんにちは。卒業するよっていうのを教えてくれてたのは普通に、うん、教えてくれた時は普通にびっくりしたけど、そう、でも前々からまあさやりんは何でもできるよねみたいな話を、そうママとかヒカルンとかとしてて、そう卒業してもだから、歌も歌えるし何でも、なんていうの、声量もすごいあったりとか、人を懐っこい、なんていうの、人懐っこいし、そう、なぎちゃんとさやりんどっちが先に話し合ったってどういうこと、私に対して
忘れた、なぎちゃんいつ言ってたか忘れました。まあでも今日がかぶってるよねっていう感じではあるけど、本当にうん何も言えないですよね。同じ日焼け止め買った？嬉しい。じゃあもうこれであなたの肌はハルピオンですね。何言ってんのって感じかも、うん、まあいいでしょう。あなたの肌はハルピオンです。今日は我らが大先輩柏木由紀凛さんのお誕生日ということで、今日のアイシャドウはというかメイク道具はこちらです。これを使います。ニューピンク、今日はこれを使ってメイクします。そう、うちの推しも誕生日、めっちゃいい、かわいい色。いや、なんかずっと一番最初に使う機会を逃してたんですよ。いつにしようかなってそうだけど今日にしようって、せっかくね、めっちゃいいあれじゃない。だから見て、まだ使ってない一回も。めっちゃ綺麗。そう、いつにしよういつにしようってめっちゃ決まっ、なんかなんていうの、迷ってて。そう。今日にします。めっちゃいい色。え、結構好きな色なんですけど。うん。え、めっちゃいい色やん。ゆきりんさん。めっちゃいい色。ゆきりんさん、これはすごいです。結
構ちゃんと追い求めてた色、私。なんか衣装メイクの時はもっとそのいつものステージメイクピンクピンクの方がいいけど、マジ私服メイクの時、え、これめっちゃ重宝、やばい、え、100点、このラメも細かい大粒じゃないからめっちゃあれの時本当に、え、やばい、めっちゃ100点、これ多分ライトですごいな、儚げ系じゃない、めっちゃいい色、後で自撮りもするね、そしたらわかると思う、いつもの感じと、え、マジでやばい、え、結構テンション上がってます今、すごすぎて、結構橋本の私服メイクに追い求めてた色すぎてテンション上がってます、やばい、そうだ、一個、まあ、いいや、めっちゃ可愛いメイク、時間がない、私って多分結構分かりやすいぐらいに、あの本当いいなって思ったメイク道具は結構使ったりとかするし、なんか、まあ、全然なんて言うんだろう、まあそうでもないかなって思ったやつは、まあ、大体割とまあいつかは使うけどみたいな、まあ50年後ぐらいは使うんじゃないみたいなそう感じにしちゃうんですよ。でもこれはマジでなんかこれからも多分登場すると思います。ステージメイクはもっと私はピンクピンクギラギラピンクって感じにしたいから、そう周りのみんなが可愛いから私はメイクでギラギラにしていかないとそうだけど、マジでお話し会とか私服の撮影とかの時めっちゃいい、ほんとなんか顔だけ浮くってことがない、え、本当になんかユキリンさんのメイク道具だからこんなに褒めてるわけじゃなくて本気で褒めてます、え、結構すごいやばい、チークもこのなんていうのいい感じの発色、え、わかります、え、本当に結構本気ですごいと思って褒めてるんですよ今私、うん、アイドル生活9年やってきて、まあやっぱ私服とこのステージメイクで差をつけるぞって思ったのはまあ割とここ 2,3,4 年ぐらいなんですけど、それはもっとか 5,6,7,8 年ぐらいなんですけど、あ、5、6年ぐらい私服とあれね、ゆきりんさんに拡散しないでください私の今のこの状態ですっぴんだったからほとんどやめて、しかもさささってメイクしただけだから、うん、普通に個人的に自分で伝えます、何を変えてる、ラメを少なくしたりとか、そうちょっとピンクを薄くしたりとか変えてるんですよ実は、意外と
変えてないように見えて、そうステージメイクはやっぱ大粒のラメつけた方がライトに反射したりとかしてキラキラするし、そう、あとは撮影の時とかはやっぱり色がどうしても白飛びで飛んじゃうからちょっと強め濃いめにしたりとかいろいろ変えてるんですよ。私も変えてないように見えて、多分もっと変えてる、メンバーはもっと変えてるし、そう私の中でもギリギリに変えてて、やってみっちゃの撮影とかはもう富山だからさ、もうとにかく控えめメイクって感じ、ギラギラ、でも最近ちょっとあんまちょっとギラギラさせてるんですけどちょっとずつそう、でもなるべくそのやっぱ見る人が富山の主婦層の方々が多い時間帯だから、そういつもよりもやっぱギラギラなくそうとか、そう考えてメイクしてるんです、私自身。でもそんな中でこの U ピンクはマジで本当に私が追い求めてた私服の時のメイクの色にぴったりハマってる今、もうギャンギャンにボーンみたいな感じ、え結構すごい押します、完成橋本、あとリップ塗ったりとかちょっとビューラーで上げたりとかするけど、それは出る直前に、ということでこんな簡易的な15分メイクだったけど、見てくださってありがとうございました。もうとにかく伝えたい、 U ピンクやばい、最高ということで皆もぜひ使ってみてねっていうのもおかしいけど、みんなもぜひ、あの女性とかね、別に男性でもメイクする時代ですから使ってみてください。最高、結構いいマジで。ということで、それではランキングいきます。1位にゃこさん、2位にしくんさん、3位ベベモンさん、4位赤花のソルティさん、5位すみちゃんアットミスタードーナツ食べるよ。ミスドの白いポンデリングめっちゃ食べたかった、めっちゃ食べたかったです。5位ハルピョン推しさん、6位ムジカのバナナちゃん、7位ともゆきさん、8位ケンキザキさん、10位大木さん、11位メリーさん、12位中田田さん、13位エリカさん、ありがとうございます。そして本日のラッキーナンバーは1156人、15位パシフィックナミマルズさん、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。もう終わり、ちょっと夜多分やると思う、また夜多分やると思います。また夜ね、ありがとう、バイバーイ。あれ終われない、バイバーイ。